れ様でした。安全保障局ボランティア管理部より通達です。現在通常よりパノプティコンへの貢献度が高く、より多くの御社を受けることが可能な参加任意のボランティアを発行中である。ただしこれらのボランティアには不確定な要因が多い。事前に安全保障局情報部からもたらされた情報、何度が実際の状況と異なる可能性がある。それを理解した上で参加を希望する者は、随時ボランティアを申請せよ。以上です。先ほど、シベリアムユリアン・サダーと、陰より連絡がありました。ザッカーで待っているとのことです。外出する場合は、外出許可申請を提出してください。ボランティアの遂行は、あなたに許される。パノプティコンのため、貢献に勤しみましょう。いやー、妹が迷惑をかけたね。申し訳ない。いえ、別に迷惑だなんて。すみませんでした。いやー、君か。いやね、うちのアンがさ。ちょっと兄さん、ローストリートで迷子になっちゃったらしくてさ、ベアトリーチェにここまで送ってもらったんだよ。迷子とかじゃないです。そうですよね、ベアトリーチェさん。本当ですから。ま、きっかけはどうあれ、アンと話せる友達が増えて嬉しいよ。こいつ私についてきてばかりで、なかなか友達ができなくて心配だった。余計なことは言わなくていいの。まあ、大事にならなくてよかったです。本当にありがとうございました。またいろいろ話せたら嬉しいです。うん、こちらこそよろしくね。こんなところに揃いも揃って、なんかあったのか。あ、エルフリーデ。エルフリーデ、そうか、ロイヤルラウンドのチャンプの。よく知っているな。前人未到の63連勝の記録の持ち主。しかし、こんな子供だったとは。見た目で判断するなと伝えておけ。はじめまして、アンです。こちらは兄のハルです。先ほどは兄が大変失礼しました。兄に代わってお詫びします。あまり気にするな、よくあることだ。エルフリーデさんとお知り合いだったんですね。さすがです。私の対戦相手に早くなれるようにお前らで一緒に訓練しておくといい。私はこれから用事があるから。それじゃあな。63連勝のパンチか。あ、私ユリアンに呼ばれてるんだった。あなたもでしょ。私先にザッカーに行って待ってるね。
来たね。実は面白い情報があるな。君たちトガ人の行動は常に記録されて中央に送られているのは知っているよね。そのうちの古くて必要性が低いものは第4階層のセルガーデンにある秘密区画に保管されるんだ。つまり第4階層のセルガーデンには古いトガ人の記録が眠ってるのさ。ベアトリーチェを前にトガ人として登録したの覚えてるよね。とっさのアイデアだったんだけど、もしかしたら前にも同じことをした人がいたんじゃないかなって思って、その古い記録にベアトリーチェのお父さんの記録も残ってるかもしれないよ。ありがとう。もちろん私も行く。その区画に入るためのパスコードを渡しておくよ。これでその情報がある秘密区画に入ることができる。君たちなら大丈夫だとは思うけど、くれぐれも気をつけて。じゃあ私先に行ってるね。
この端末みたいよ。早速調べてみよう。見つからないね。やっぱり記録ないのかな。それとも調べ方が悪いのかな。中の通信記録、偽名で登録しててもお互いに呼び合うときは本名を使ってたんだ。うん、データをユリアに解析してもらおう。ベアトリーチェのお父さんについてのデータか。よく見つけたね。そうだよね、偽名で登録しておいた方が安全だよね。ごめんベアトリーチェ、そこには思い至らなかった。じゃあ早速解析してみるとしよう。できたよ。チェーザレって呼ばれてたトガビトの記録はある時でプッツリ切れてるね。でもロストじゃない、単に記録がなくなっただけなんだ。それとこのトガビトをチェーザレって呼んでるのは同じトガビトだね。だいたいいつも一緒にボランティアに行ってたみたいだよ。そして面白いことに、この二人が申請したボランティア半分くらいが同じシビリアンからの依頼なんだ。君たち、こんなに同じシビリアンばかりから依頼されるかい？この3人には何かあるよ。レミージョ・キルアージって名前の男の人だね。ロストした記録はないからまだ生きてると思うけど、最近貢献した記録がないんだよね。霞佐藤 D って名前の女の人だね。今はシビリアンじゃなくトガビトとして登録されている。あまりないことなんだけれどね。今は第6コードだ。第6階層に独房があるよ。後期コードが上だから今はこちらから会いに行くことはできないね。彼女に会うにはコードを上げるしかない。この3人には何かがある。でもそれが何かは聞いてみないとわからないよ。男の人は今どうなってるのかわからないから、聞くなら女の人かな。ああごめん。いやね、ボランティアの依頼の仕方がまるで僕の妻みたいだなって思ってさ。あれを買ってこい、これを揃えろって矢継ぎ早に来るんだよ。まあ彼女なりの愛情表現だと思うんだけどね。要は構ってほしいのさ。それってその女の人って父さんに対して？うん、特別な感情を抱いていたんじゃないかな。で、あ、しまった、言い過ぎちゃった。